<laughs> そんなものすごい綺麗なシャープな体の珍しさプロにお送りする今日は交流戦制するのはどこだということで今年の交流戦辻ささ見てどんな感想が まあ本当今年はパ・リーグが強いですよね、ここ数年、セ・パねトントンというか、まあいい,いい戦いしてたんだけど、はい、今年に限ってはやっぱりこうパ・リーグはちょっと、うん、ちょっと抜けてるかなっていうとこじゃないですかね。もうあと、本当に今日終わって2カードぐらい、だから6試合、7試合ぐらいになってきてますけども、うんうん、楽天、ソフトバンクのこの。 二つの争いかな優勝はって感じになってきましたが、うん、そうだねソフトバンクはもともと力あるし、ね、楽天がちょっと来たよねここに来てちょっと楽天が急に強くなったのはな,なんでだろうこれはな何な,なんですかしかし4番の浅村が先発で出てないんですよはいそれ外してからでしょうーんわ <laughs> からないんですか、えーまあ、確かにあの まあ、鈴木大地が4番に入っいじゃなでこれ彼がこう常時こうそこに入って意外とこう,うまく回ってるのかなって気がするんだけどね一番一番まあ非常にこう1、えー、番2番っていうこちょこちょっとするような選手は、うん、十分働いてるし、ええうん、これなん,なんかしシーズンと全くガラッと変わっちゃうチームとか現れるの、うん、な,なんでなんですか阪神とかガタガタ っって言っちゃったじゃないですか、うん、まあそういう兆候はあったでしょ阪神もセ・リーグを見たあの感じでは、はい、もう各チームそのまあ阪神はまず打てないじゃないですか、はい、まあ中日も打てない、うん、d n a ピッチャーがちょっとヤクルトもちょっとピッチャーが、うんえー、機能してないっていうところで、うんうん、広島はやっぱり粘り強いこの粘り強さがこの位置にいると思いますよ、うんうん でもちょっとこのシーズンの戦い方と交流戦があまりにも変わっちゃったチームが多くて、うん、僕なんか今年はもう阪神セ・リーはちぎっちゃうんだろうなほ,ほぼほぼ怪我人もいないじゃないですか、うん、怪我人もいなくてそれこそ毎回僕話に出しちゃいますけども掛布さんが優勝した次の年はみんな すごくこう優勝ってこんな気持ちいいんだって勝つ野球を覚えたら絶対次の年もすっごい選手は成長するっていう話を聞いて今年はもうちぎっちゃうだろうなと思っていたら私も今年も阪神がやっぱり一番かなというふうに思っていました。